やっぱりかっこいいわ。おや、恐竜図鑑を読んでるのか。一体、どの恐竜がかっこいいんだ。もちろんティラノサウルスよ。全恐竜で一番好きと言っても過言じゃないわ。ティラノサウルスは恐竜好きの王道だな。そのティラノサウルスだが、最近いろいろなニュースや最新研究が出ているんだぜ。え、そうなの。これだけ有名な恐竜なのに、まだわかってないことなんかあったのね。じゃあ今回は、ティラノサウルスのニュースや斬新な新説、最新研究などについて解説しよう。霊夢がより一層ハマること間違いなしだ。やったー。今回で本格的にティラノサウルスのファンになっちゃうかも。以前紹介したことがあるが、さらっとティラノサウルスの概要を解説するぜ。その後、人気を示すエピソードを紹介しよう。みんな知ってるとはいえ、おさらいは必要よね。ティラノサウルスは、6800万年前から6600万年前の白亜紀末期に北アメリカ大陸に生息した肉食恐竜だ。名前は、暴君トカゲ、を意味するぜ。恐竜時代の終盤に現れた大スターって認識だわ。暴君ってイメージもぴったり。最大全長13メートル、最大体重9トンで、肉食生物史上最大級だぜ。ジュラシックパークはじめ映像作品の常連で、大スターの称号がふさわしいな。ジュラシックパークは何回も見たわ。ティラノサウルスが出る場面までスキップしていたわね。良い映画だから、ちゃんと全部見るんだぜ。そんなティラノサウルスは、2020年のオークションでとんでもない額で化石が落札されたんだ。なんといってもティラノサウルスだもんね。どんな額でも驚かないわよ。いくらだったの？その額なんと、約33億円だぜ。もちろん、化石の落札額でダントツの過去最高記録だ。嘘でしょ？なんて額なの？一生遊んで過ごせる額じゃない。丁寧な振りと期待通りのリアクション、感謝するぜ。この化石は、2025年に建設される予定の美術館で目玉になると期待されているんだ。それは間違いなく目玉になるわ。一体どこの美術館なの？アラブ首長国連邦のアブダビだぜ。なんとなく金持ちな印象だろう。そういうイメージだわ。それって、発見者はとんでもない報酬がもらえそうね。どんな人が発見したのかしら。報酬のことは定かではないが、発見者はアマチュア古生物学者スタン・サクリソンだ。その名前にちなみ、化石の愛称は、スタン、だぜ。かっこいい名前ね。自分の名前が化石の愛称になるなんてすごい話だわ。一生の自慢になるよな。他に、この化石が6700万年前の骨格だということもわかっているんだ。まさにティラノサウルスが生きていた時代ね。そういえば、スタン以前の落札額1位はどんな化石だったの？1997年にシカゴのフィールド自然史博物館が落札した。ティラノサウルスの化石で、愛称は、スー、だぜ。やっぱりティラノサウルスなのね。人気の凄まじさがわかるわ。あれ、そういえば私、スーって名前に聞き覚えがあるわ。なんせ1997年から2020年までの23年間も化石界の王者だったわけだから、恐竜マニアでなくても名が知れていたんだろうな。なるほど。だから恐竜に詳しくなかった頃から知っていたのね。スーの落札額は約10億円だったぜ。今回の落札外かに桁違いかわかるな。は、10億円を一瞬安いと思っちゃったわ。一生かかっても手に入らないような額なのに。その気持ちはよくわかるぜ。日本人の生涯賃金が2億円台であることを考えると、スケールの違いを思い知らされるよな。それだけ、ティラノサウルスは不動の人気を誇る存在なのね。他の恐竜だと、どれくらいの価格になるのかしら。それも気になるよな。そこで、これまた超人気の恐竜、トリケラトプスの化石を引き合いに出すぜ。私、トリケラトプスも大好きだわ。かっこいいし、絶対にとてつもない額がついたでしょ。ああ、とてつもない額には間違いない。その額、約8億7000万円だ。ああ。って、また安いと思っちゃった。かなり惜しいけど、数に勝てなかったのね。そうだな、だがこのトリケラトプスもすごいぜ。全長7メートルの巨体を誇る個体で、2021年にパリで競売にかけられたんだ。これも、すごく最近の話なのね。どうしてもティラノサウルスに見劣りするが、8億7000万円は欧州では恐竜の化石の落札額として最高なんだぜ。そうよね、冷静に考えたらこれだってとても手の届く額じゃないもの。ティラノサウルスさえいなければ、恐竜の化石史上最高額の座につけたわけだ。ティラノサウルスの人気の凄まじさがわかるな。恐竜界で不動の人気ナンバーワンだってことね。ティラノサウルスの人気ぶりを再確認したところで、つい最近のビッグニュースについて解説するぜ。つい最近、ティラノサウルスに関するニュースって何かあったかしら。2022年10月21日に、長崎半島西海岸の地層で、ティラノサウルス科の大型恐竜の歯の化石が見つかったと発表されたんだ。本当に最近だわ。なんで私は知らなかったのかしら。
霊夢はまだ古生物ファンの初心者だからな。この世界にどっぷり使っていたら、今回のニュースは絶対に聞き逃さないぜ。うずず、悔しい。これからマリサ並みに詳しくなってやるわ。早速解説してよ。その息だぜ。長崎で今回の化石が見つかったのは3年前で、長崎県と福井県立恐竜博物館との共同調査による発見だ。福井県は、日本一恐竜で有名な県よね。福井県と協力していたら、心強いわね。ああ、実力がバッチリ発揮されたわけだな。そして発見した化石の分析を進め、ついにティラノサウルスと判明したんだぜ。3年の時を経て、最近の発表に至ったのね。それにしても、恐竜の化石って海外か福井県くらいでしか取れないと思ってたわ。実は、長崎県では7年前も歯の化石2点が見つかったんだぜ。今回見つかったのも歯で、右下顎のものだな。長崎県はティラノサウルスの化石の宝庫なのね。何しろ、国内でのティラノサウルス科の化石産出例は長崎県しかないんだぜ。ティラノサウルスの化石では長崎一強なのね。ティラノサウルスの歯か。一体どれくらいの大きさなのかしら。今回見つかった歯は、長さ 8.5 センチメートル、幅 3.3 センチメートル、厚さ 1.8 センチメートルだ。人差し指を上回るほどの長さだな。私たちの口じゃ、収まりすらしない長さね。やっぱり、ティラノサウルスは規格外だわ。このスケール感がワクワクさせるよな。すでに歯が複数見つかっているから、そのうち頭や体の骨も見つかる可能性があるぜ。歯があるってことは、間違いなくそこにいたんだものね。夢のある話だよな。そして今回の化石は、10月29日に長崎市恐竜博物館で一般公開されたんだぜ。発表から公開までが早いわね。ティラノサウルスに対する、人々の関心を汲み取ってくれてるんだわ。それに、この日は長崎市恐竜博物館の1周年記念日なんだぜ。1周年記念日を、これ以上ない形でお祝いできたってわけね。じゃあ、ここからはティラノサウルスの最新研究で分かったことを解説していくぜ。まだティラノサウルスに関して未知なことがあるなんて、ワクワクが止まらないわ。ティラノサウルスの謎の一つは、巨体に対して極端に短い前脚だな。誰が見ても最強なティラノサウルスなのに、そこだけは強さからかけ離れてるわよね。でも、私はあの可愛い前脚も好きよ。それが、可愛いで済まないのが古生物学だぜ。ティラノサウルスの前脚は、古生物学における最大かつ最も永続的な謎の一つだ。確かに、あの前脚になるメリットはあまり感じられないわ。生き物って、何かしらメリットがあって進化するんでしょ。よくわかってるじゃないか。生物は環境に適応しようと進化する。だからティラノサウルスの前脚にも意味があるはずなんだ。えへえ、すごいでしょ。でも何がしたくてあの短さになったのかしら。今まで、プロの学者たちが知恵を振り絞って様々な説を挙げたぜ。どんな説があったの？例えば交尾の時にメスを掴む、立ち上がるのに使うなどの説だな。短くないといけない理由がわからないわ。全く同感だぜ。他に、両方の前脚に羽毛をつけて異性にアピールしたという説もある。それだって、前脚が長い方が絶対いいアピールになるでしょ。まあそんなわけで、誰も結論にたどり着いていなかったんだ。そんな中、型破りかつ整合性のある新たな説が生まれたんだぜ。一体何かしら、さっきから考えてるんだけど、全く思いつかないわ。それは、群れで餌にありつく際に噛みちぎられないためという説だ。ティラノサウルス最大の特徴である顎に着目したんだな。その発想はなかったわ。でも、確かに今までの説よりも、前脚が短いことがメリットになっているわね。そうだな、この説に至った理由の一つに、ティラノサウルスが群れで狩りをしていたという近年の研究結果があるんだ。そうか、単独で狩りをしていたら前脚を噛まれる可能性がないものね。そういうことだぜ。仲間が噛みちぎるのでは、という発想には、群れでの狩りをしていたという研究結果が必須だったわけだな。ある天才が最新研究を発表して、それに天才の思考力が連鎖する。エキサイティングな世界ね。古生物研究の醍醐味が分かってきたようだな。ではティラノサウルスに話を戻して、仲間に噛まれることがどれだけ脅威か考えないとな。犬や猫は、よく噛み合ってるのを見るわ。ティラノサウルスたちも、そんなものじゃなかったのかしら。加減をしていればな。ティラノサウルスの噛む力は人間の100倍以上あるから、本気で噛めば間違いなく前脚が持っていかれるぜ。私たちの100倍の力で噛むって、尋常じゃないわね。もし歯がなくて歯茎だけだとしても、噛まれたら骨折するんじゃない。巨大ハンマーを打ちつけるようなものだから、当然そうなるな。それに、たとえかすり傷でも感染症にかかれば野生の世界では命取りだぜ。そうか、お薬もないものね。じゃあティラノサウルスの前脚が短いのは、この説で決定かしら。いや、まだ仮説の域を出ないな。説の立証には、
例えば、先祖の腕に髪跡があった、というような事実に基づく根拠が必要だ。そっか、まだ推測に過ぎないものね。これが立証される日はいつになるのか、はたまた別の説が出るのか楽しみね。前脚の短さだけじゃなく、目が小さいこともまたティラノサウルスの特徴の一つだな。そうね、意外とつぶらな瞳をしてるのよ。前脚もそうだけど、結構可愛いとこがいろいろあるのよね。か、可愛いか。まあ、そんな目についても最新の研究が報告されているんだ。古生物学者は、本当にティラノサウルスの隅々まで研究しているのね。頭が下がるわ。目が小さいということは、同時に眼窩も小さいということになる。眼窩とは、目を収めるためのくぼみのことだ。あ、もしかして人間の骸骨を描くときに目の部分を黒く塗るのは、眼窩を表現してるのかしら。霊夢、冴えてるじゃないか。あの眼窩が小さいからこそ、ティラノサウルスは巨大な顎を発達させられたという説が唱えられたんだ。眼窩と顎に何の関係があるの？眼窩が小さければ、それだけ頭部の筋肉や骨を他の部分に割り当てられるだろう。ティラノサウルスは、特に顎に割り当てたってわけだな。なるほど。顎に一点特化するために、眼窩のためのスペースは邪魔だったんだ。そういうことだ。草食恐竜の眼窩は大体丸く、ティラノサウルスの眼窩は鍵穴のような形だから、いかに眼窩を最小化したかがわかるな。逆に、なんで草食恐竜は眼窩が丸いのかしら。おそらく、周囲を広く見渡して身を守るためだろう。肉食生物は視野が狭く草食生物は視野が広いのは、原生の動物でも共通しているぜ。はぁ、なるほど。奥が深すぎるわ。原生の動物まで説明がつくなんて。そんな奥深い進化を経て、ティラノサウルスは3万5000ニュートンという、人間の100倍以上の光合力を持つことができたわけだ。生物の体の進化って、本当に細部にまで理由があるのね。だからこそ、熱心に研究がされるんだわ。次も面白い話があるぜ。ティラノサウルスは、実は3種類いるんじゃないかって話だ。そうなの。そういえば、ティラノサウルスっていつも同じ姿でイメージしているわ。実はティラノサウルスという名前は属を表す言葉で、種としてはティレックスの一種のみなんだ。属、種。どういうことかしら。人間、つまり人を例に出そう。我々現世の人は皆、ホモサピエンスだというのは知っているか。それなら、学校で習ったから知ってるわ。この名前のうち、ホモは属を、サピエンスは種を表す。歴史を遡ると、人族の中にはホモエレクトスやホモハビリスなどがいたんだ。なるほど、族というのは何種類かいた人のグループ名で、そのメンバーを種で表してるのね。バッチリだ。ティラノサウルスに話を戻すと、さっき言った通り現状では、ティレックスと呼ばれる一種類しかいないんだぜ。あら、グループになってないのね。ティレックスってよく聞くけど、種を表す名前だったのね。別名くらいに考えていて、意外にこのことを知らない人は多いように思うぜ。ちなみに、レックスというのは王を意味する単語だ。改めて、かっこいいわ。確かティラノは暴君って意味だったわよね。だから暴君の王ってことか。これ以上なく強そうな名前で、一種しかいないっていうのがまた強者感を醸し出してるよな。でも、一種じゃないかもって話になってるのよね。そうだぜ。大腿骨、つまり太ももの骨や歯の構造の違いから、実は三種なのではと考えられたんだ。研究が進んだ現代だからこその発見ね。あとの2種はどんなのかしら。2種のうち、大型の標本は、ティラノサウルス・インペレーターと呼ばれている。暴君と影の皇帝、という意味だ。王の次は皇帝、どっちの方が強いのかしら。単純に説明すると、王は一国の長で皇帝は複数の国を治めるものだから、皇帝の方が強いと言えるな。実際はもっと複雑な関係だが。じゃあ、ティレックスより強いのね。レックスの方が愛着はあるから複雑だけど、ワクワクするわ。まあ、まだ本当に3種いるという結論に達していないから、なんとも言えないぜ。そっか、まだ仮説なのね。で、もう一種は何なの？もう一種は、小型で細い標本を指してティラノサウルスレジーナと名付けられた。暴君と影の女王、という意味だ。女王様もいたんだ。この3種の組み合わせ、すごく面白いしかっこよすぎるわね。説が立証されてほしいな。おう、皇帝、女王と並ぶと、確かに相関だよな。もし説が立証されたら、ティレックスの一種のみという長年の常識が覆るぜ。いつかそのニュースが出るのを心待ちにしているわ。生物の研究では欠かせない、子育ての話題もあるぜ。これまた興味深いものなんだ。子育てか。ライオンは子供を谷底に落とすっていうし、ティラノサウルスなんかまさにその印象だわ。獅子は我が子を先人の谷に落とす、だな。実はこの獅子はライオンではなく、中国の想像上の生き物なんだ。
嘘、古生物じゃない話で衝撃を受けちゃってるわ。ライオンは暖かく我が子を育てるぜ。そして、ティラノサウルスもまたそうじゃないかと考えられている。じゃあ、強者は子供に過酷な試練を与えるっていうのは、妄想に過ぎなかったのね。もっともらしい話ではあるよな。だが、ティラノサウルスの繁殖術の研究者による情報から、仲睦まじい親子関係が浮かぶぜ。どんな情報だったのかしら。研究者は、ティラノサウルスの顎に着目したんだ。そして、顎に無数の神経が走っていることを明らかにした。無数の神経ってことは、器用なのかしら。そうだな。顎で子供に触れてコミュニケーションを取ったり、加えて運んでいたなどの可能性が考えられるぜ。すごく温かな子育てじゃない。崖から落とすなんて言っちゃって反省してるわ。まあ、暴君と呼ばれるティラノサウルスだから、あまりにも意外だよな。他に、親子で狩りをしていたという説もあるんだ。あら、これは特訓って感じで、厳しい響きを感じるわね。ただ、これには反論もあるぜ。どんな反論なの？まず大前提として、生物が子供を連れて狩りに出るのは、大抵すばしっこさを活用するためだ。親の方が巨体で動きが鈍くなるからな。うんうん、そんなイメージがあるわ。だが、そもそも獲物の草食恐竜が、生体のティラノサウルスより鈍足だった可能性がある。これだとすばしっこさなど不要だろう。それはそうね、よっぽど親が動きたくないとか。まあ、それも考えられる。だが、そこで二つ目の疑問だ。大型の草食恐竜を子供が脅かせたのか、ってことだ。ああ、確かに草食恐竜だからって弱いとも限らないものね。例えば、トリケラトプスの化石に、ティラノサウルスが噛みついた跡が見られたことがあるんだ。つまり獲物だった可能性があるな。トリケラトプスも巨大な角を持ってて相当強そうよね。獲物って言っても、油断したら負けちゃいそう。そんなトリケラトプスに、ティラノサウルスとはいえ子供が太刀打ちできるのか、と思うよな。確かにそうね。うっかり角で疲れたらやられちゃうわね。こういった反論があり、どこまで子育てに関する説が立証されるかはわからないな。とりあえず、大切に子育てしていた可能性を知れただけでも心が温まったわ。以上でティラノサウルスに関する新説や最新研究の解説は以上だ。霊夢、どうだった？改めてティラノサウルスの圧倒的な人気や強さを知れたし、新説や最新研究はどれも説得力があったわ。ティラノサウルスについて、どれだけ熱意を込めて研究が行われているかがわかるよな。まだ仮説の段階のものが多かったけど、これからも研究が続いて、真実が明らかになるといいわね。そうなれば、ティラノサウルスの魅力がより一層増すわけだ。なおさら人気者になりそうだぜ。私は、もう今回の解説ですでに大ファンになっちゃったわ。これから、もっと自分でも調べようっと。